現在クズハ淀川左岸 34.4K プラス 170m の地点です。世話り亭の末端です。驚くべきことに岩盤が露出しています。座り亭の末端部分になります。基盤岩岩岩露頭です。
隠れ木が散布しています。全部破砕された状態。インド側の火葬の路頭です。基盤岩の路頭です。座り手末端を登ります。チャートの距離域が散在します。チャートです。基盤岩路頭です。淀川砂岩で採集した基盤岩、結岩、チャートも一部含まれますけれども、場所は淀川の砂岩。山崎の上流所の対岸になります。探索していますけれども、上部の砂層に由来するものだと思います。巣液の破片が出土しました。大型の水がめだと思います。格子、たたき目、そして内面が、同心円紋すり消しというところで、より古手、あるいは古墳時代寄りの、資料かもしれません。時代の遺構に関わると想定している人口の僧侶、構造がない状態に見えているんですが、評価が分かれています。自然解析の解釈が一方であります。でこれは反対側の東側の壁ですけれども、非常に重く強い資料になります。サンプルします。測断ができない
須駅ですが、須駅じゃない可能性もあります。はい、柔らかいんですね、一つ、はい、軟質で、はい、内面がかなりこう綺麗に撫でてて、はい、もう模様がこうなくなって、格子叩き目でいいんですか、これは。そうです。はい。で、寒水土器とかそういう半島の土器だったらここが断面が円形なんですよね。はい、でそうではないので、日本製で、近畿地方以外のどこかかもしれない。はい。時期的には。時期は分かりません。先生に教えていただいた、ひょっとすると変形構造を持っている断面かもしれないということです。問題の断面ですが、手前が縁になって鳥たちの遊び場になっています。
や、わからないです。かつての護岸用の捨石、隠れ木、血岩か粘板岩のようなものがたくさん点在しています。海水ですね、海水の手前に、崩壊した擬礫の大きなものも点在してるんでしょうか。かなり大きな礫ですね。上になんか工作層のような繁殖帯がありますね。あ、これ先生ひょっとすると小倉池の歴史の一コマを見えるんでしょうね。これそれを使ったり。京阪高速道路側の、宇治川左岸、このように巨礫で、護岸工が進行していますが、今後この宇治川、左岸遺跡、仮称遺跡の乗り面を固めてしまうのでしょうか。校門を宇治川の右岸から望みます。1920年代の、宇治川の最低水位ですね、冬場の水位が10メートル、1920年代に比べると下昇が5メートル低下したということが見て取れます。はい、ありますか。かなり硬いんですね。うちの最近ですかね。そうですね、陶器室ですが、お土産で宇治川仮称遺跡の記憶ということですね。現在の宇治川仮称右岸ですけれども、全体に堆積岩質です。チャート、砂岩、それから血岩ですか、そういうものが非常に目立ちます。
宇治川右岸の護岸堤積はアルコール質で花崗岩物質が非常によく見えていた、堆積していたわけですが、現在の宇治川の箇所は堆積岩そのものです。宇治川右岸に認められる元宇治川箇所の、花崗岩質の、箇所堆積物、それが現在の宇治川の箇所を見ますと堆積岩、その多くは堆積岩、この、箇所の堆積物の顔つきの変化に驚かされます。これは観測歴ですか？目印。どういう目印ですか？水際の位置を、はい、あ、刺すの、なるほど、刺すの地形を、水際のっていう、水際の目地用なんですね。すり目の間隔の広いすり鉢です。江戸時代、そうですね、18世紀代でしょうか。宇治川箇所の記憶です。はい、歓迎して。はい、ポイントはあのすり目が荒いんですね。こう非常にこう、この刻み目がこれですか？で、時代とともにこうあの間が、間隔がこう狭くなってくるっていうんですかね、そういうことなんですね。これは、すり鉢です。すり鉢、すり鉢って分かるんですか？すり鉢です。千尺岩の歴です。花崗岩質千尺岩、千尺岩質花崗岩、難しいですけれども、田中美さん家の記憶でしょうか、稀に発見できます。ついに発見というところでいきましょうか。磨性石器が見つかりました。風化被膜、表面は緑色ですけれども、その中は黒色の血岩、粘板岩質、腎部が、一部壊れています。はい、はい、宇治川箇所遺跡の記憶です。ちょっと一部壊れてるのが残念ですね。本日関口先生にご案内いただいて宇治川箇所遺跡散策しましたが、何よりも一押しはこの、磨性石器、石斧ですか。で、一部分壊れているのはもともと花崗岩物質をマトリックスに持っていた宇治川箇所が堆積岩質に顔を変えて、そこで硬いチャートとか血岩なんかと揉まれて割れたというふうに遺物の履歴を示してくれます。火口から43キロ地点で、今回の考古学資料ゲットということになりました。1953年、
水害での破堤箇所、橋の真下のこう白い護岸で要するんですか。そうそう、あの手です。ちょっとあれ不安ですね。堤防の足元なんかこう、はい、縛りも見えますよね。はい、手前宇治側の大光の時代の水路、そして後方が小倉池方面と